ブルーインパルスが都心部で飛行するのは6年ぶり3回目です。12時35分に埼玉県の入間基地を離陸し、都心には12時40分ごろに到達します。板橋区の上空から南東に進み、東京スカイツリーの周辺から東京駅、東京タワー付近を通り、大田区の多摩川上空まで一気に南下、その後北上して新宿、東池袋方面に戻ります。このルートを20分ほどで2周し、ほとんどの間白いスモークを出して飛ぶ予定です。新型コロナウイルスの感染者が治療を受ける病院の上空も飛び、すべての医療従事者に感謝を表すことにしています。